さあ馬人1号時田正義、いよいよスタートということになります。300ハールを出てくる、いいよ、いい角度できた、煙が出た状態で振り返し、ブーッと入ってくる、どうでしょうか、ここまでは悪くないかな、ここまでは悪くない、踏み切った、踏み切れた、ラインも取ってった、ラインも取ってった、この富士スピードウェイを煙に包むという黒井敦史、黒井イリュージョン、さあ見られるかどうか、今日はドライの中で黒井の1本目、おここはまずいい走りを見せようというところ、なかなかいい 300R ではありますが、スーッとまず1本目をこれまとめに来ましたね、きっちりと黒い煙を出しながら立ち上がっていく、煙も動く状態、昨日は今季初優勝というところで、今日も2連勝を狙ってくるでしょう、川端雅人、ケツから進入、ケツから進入、ケツから進入、あれね、普通は1本やってから2本目じゃないですか、面白い、本当にそれでも攻めますか、川端雅人、昨日は唯一100点満点をやはり単走で出しました、今日も出るか、100点の街、角度はいい、角度の煙がもう出ている、踏んでる、踏んでる、さあパワー炸裂でそのまま踏み切れるかどうか、ちょっとインに入っていった、しかし迫力のある斉藤大吾のこの素晴らしい走り、昨日は熊本自分で失敗して謝っていましたけども、今日はどうでしょうか、絶景の熊本のおじけ、さあエボテンの走り、角度をつけて入ってくる、ここは悪くない、300ある、いいよ、スーッと振り返して、さあ1本目をまとめようというちょっと減速感はありましたけれども、どうでしょうか、まだまとめた、踏めないね、迫力がちょっとないですね、今回も3年連続ファイナル優勝で終わることができるかどうか、まず課題はこのベスト16に残ること、いい角度ラインです、いい角度ラインです、繰り返しも速い、スーッと持ってきたところで、これは乗った、ラインに乗った、ラインに乗った、綺麗に決めた、セーラーの1本目決めた、このとにかく86、LA86 がもう D1 名物にはなっています、残念ながら昨日走ることができなかったことにより、もう今日だけのファイナルの走りを、この86の走りを思いっきりいってほしい、さあどうだ、なんとか LA86 踏み切って立ち上がっていく、さあ今日はエンジンきっちり回ってます、立派だよこれ、昨日もねやはりトラブルが出てですね、うん、勝てないという状況になりそうだったんですが、ベスト8までは行きまして7位という成績で、はい、さあ 300R から出てくるブリッジダンロップスカイライン、野村健、角度を振ってきた、いいよ、さあいい角度できた、ここから振り返し、審査的に持ってくる、まずは1本目ちょっとちっちゃい、しかしまとめた、大分の減点、さあここがどうなるか、野村健、ちょっとアウト化があまりの、例えば15番手です、ゼッケン3番今村陽一、チャンピオン戦はかかっています、 D1 界でも唯一2度目のチャンピオンだ、さあいいスピード感で飛んできた、振り返し、ここもなんとかギリギリ、あーちょっとインク入って、あ今何か合わせを失敗しましたね、小さいラインになったところが減点というところなんですが、 300R は実に速いと、多分落ちねえと思うけどな、ただでも他の連中が心配してるから分かんねえけど大丈夫と思うよ、点数的には。単走1本目の鳥を飾るのはゼッケン1番の手塚、その表情は集中なのかそれとも緊張なのか、今チャンピオンに一番近い、まずはしかしベスト16に残らなくてはならない、非常に緊張感のある1本目、どう見せる、手塚剛、ちょっと振り出しがちょっと振り遅れ、振り返して振り遅れた分を巻き返すか、巻き返すか、さあこの辺はこの辺は悪くはない、この時点になってきた、得点が伸びない、得点が伸びないぞ、うん、98.4519 番手、なんと手塚ピンチです、ノーじゃねえよ、94だってやばいぜこれはね、もう金曜日からずっと悩んでるんですけど全然セットが決まんないんですよ、もうやばいっすね、いよいよ2本目です、2本目で決定するということになりますが、よもや手塚が残れないということがあるのかさあ2本目に入ります、時田正義99点台を出している1本目、現在6番手、もうベスト16には残っている時田、攻めてきます、ここの300アールはかっこいい、こさあこのゼロクラウンかっこいいぞ、スーッと振り返してきた、このまま踏んでいくと、これはいいぞ、これはいいぞ、さあ決めた、時田正義、さあ得点が上がります、99.42、トップ浮上、なんとクラウンがトップ、さあ続いてまいりましょう、17番手です、黒井敦史、さあなんとか決めないとベスト16には残らない、かなり
優勝者川端の走り、この2本目はどう出るか。これも速い。それでも角度をつけてくる、スピードがある、振り返し、77トップすごい。さあ続いては絶景7番斉藤大吾です。この斉藤大吾も1本目まだ自分の中ではフラストレーションのたまる走り、去年のチャンピオンも降ってきた。さあ振り返して、このまま煙が消えない消えない消えない、あ失敗失敗、これは失敗。続いては熊久保信重です。さあ振ってきます、熊久保2006年度シリーズチャンピオンが振ってくる。振り返しもいいぞ、これはなかなか1本目よりいいぞ、1本目よりいい、1本目より落ち着いた、いい走りになった、熊久保信重決めました。続いてくるのは FDRX7 末永の2本目、ずっと飛び出してきた、ここは速い、綺麗だ、振り返しも速い、振り返しも速い、さあいけるか、いけるか、いけるか、いった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 、これも末永持ってった、2本とも決めた、うまい。さあ現在日比野は16番手です。飛んでくる状態の86がどういう走りを見せるのか、踏んでいる、角度はついていませんが踏んでいる、さあ減速しながら、野村健現在18番手です。この2本目を決めないとチャンピオンどころか本当にベスト16に残れない。振ってきた振ってきた、控えめだね、ここまではまずい、振り返してスーッと合わせてくる、スーッと合わせてくる、さあバリサイ、バリサイが来た、立ち上がりギリギリ狙いできた、98.57、うわベスト16残ってない、残ってない、うわここまでだ野村健、シリーズチャンピオンの一角、まず一人脱落。自分でも記憶にないほどの1回戦落ち、野村は阿部と共に車から出ようとはしない。さあ今村陽一現在10番手、ものすごいスピード感だ、そして振り返した、スーッと振り返したところを決めていく、それでもまとめます、2本目 99.32、 5番手まで上がります。さあそして大変です、ピンチなのは手塚です、うん、野村健が残らない、そして手塚も現在20番手、チャンピオンに一番近い男、絶景1番ピンチに立たされています。さあ向かってくる、成功するかどうか、300R いいよ、ちょっと小さい、そこ行っちゃった、振り返して振り返して、角度がない、なんとかまとめられて、どうだ、これがギリギリか、ギリギリのところになりそうだ、 98.65 落ちた、いやー手塚アウトだ、大変なことが起きました、なんとチャンピオン争いの野村、そして現在トップ手塚がベスト16には残れませんでした。うわ手塚よもやの1回戦落ち、もう結構 100% だったんだ俺、もう無理です今日は、これが最終戦じゃないっすか。見たか見たか、これがなチャンピオン争いのざまみろアホアホ、俺らの気持ちを分かってもたまるか。もう今まあだけどやっぱすごい戦いだなと、 0.1 点の重みがね、こんなにこう予選通過するかしないかになってくるんで、ただしまあチャンピオン争いよりも今日はね、やっぱり今年最後のドリフト D1 グランプリなんでね、いいものをやっぱり見せて来年のお客さんにつなげるということが重要です。